エド・ベグリー・ジュニアはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの俳優、声優である。1949年にカリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。父はアカデミー助演男優賞を受賞した俳優のエド・ベグリー。ニューヨーク州のロングアイランドへ移住。しばらくして一家は再びロサンゼルスへ戻ってきて地元の高校、大学を卒業する。その後、 少しずつ、テレビ、映画に顔を出し始め、徐々にキャリアを築いていく。これまで、その演技を評価されて、エミー賞には6回、ゴールデングローブ賞には1回ノミネートされているが、いずれも受賞には至っていない。主な作品には、ロザン・ヌ・バーン、メリル・ストリープ共演のブラックコメディ、シー・デビルでの女泣かせな低手役や、ガス・バン、サント監督のカウガール・ブルース、 人気シリーズの続編、バッドマンフォーエバーなどの出演で知られる。また近年では、人気テレビドラマシリーズにゲスト出演したり、ザ・シンプソンズやキング・オブ・ザ・ヒルなどのアニメ作品への声のゲスト出演もした。1976年にイングリッド・テイラーと結婚。二次を設けるが、1989年に離婚。その後2000年にレイチェル・カーソンと再婚し、 一人の子供を設けている。ベジタリアンで環境保護主義の活動家としても知られる。ありがとうございます。